生放送お疲れ様でした。お疲れ様でした。終わって本当に 2,3 分ですが、どうでしたか、はい、もう緊張してる間に終わっちゃったっていう感じしました。結構、ね、早いです ね、30分。早いっす、マジで早いです。はい、僕はあの緊張はそんなしなかったんですけど、口は緊張しました。噛みまくってました。すごくわかります。本当に本番になると急に噛むするものですよね。はい、噛むなーっていうのを実感してちょっと自分で笑ってしまいました。どうですか、緊張しました？本当に緊張しました。なんか今日が一番緊張したかもしれない。なんか緊張してる雰囲気は全然見れないです。本当ですかね。すごい緊張させたっていうことです。いや違います、違います。申し訳ございません。ちょっと気持ちが引き締まる頃だったので、はい、でもすごく楽しかったですし、ゴールがすごいゴールいっぱいありましたよね、うん、そうですね、はい、どうでした、ご覧になってまとめて。いや、全部のゴール見れるのいいですよね。そうですよね、はい、だから皆さん見続けてくださいね。あとまた呼んでください。お願いします。僕も呼んでください。もちろんです。怖い先輩、はい、ああ怖い先輩です。あの一緒にプレーはさせてもらってないんで、あの対戦相手ですね。対戦相手として、はい、試合でピッチ上でね、すごい怖い、はい、もうビビってましたということをちょっと小耳に挟みました。試合の中だけですけどね。そうです、試合の中ですごいビビってました。あとはもうやっぱ僕の中では日韓ワールドカップですよね。もう応援してて、ね、見てて、おお取ったっていうのをすごい覚えてます。やっぱりそれはどの世代も。いやでもね、もう20年以上前だから、そうですね、かなり記憶が薄れてる。あ、ご本人も、はい、あ、そうなんですか。そんなことありますか。ワールドカップ時期になって、はい、あ、俺そういえばワールドカップ出てたなって出てたな、手取ってるんですよ。もう日々の生活が苦しい、苦しくてもう忘れちゃうよ。いや、点取ってますから、本当に。出るだけじゃなくて、点取れる人なんで。そう、本当に、あ、そういえば俺点数取ってたなって、ワールドカップ時期になるとね、気づくんだよね。いや、毎日思い出してもいいぐらいのことですよね。はい、そんなお二人とお伝えしました。またぜひいらしてください、はいはい、呼んでください、はい、ではまたサタデーナイトジェン、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。